時計の針は午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM みさよのふるさと自慢味自慢の時間がやってまいりました。寄宿生活塾はじめ塾塾長の和田雅宏先生、そしてビビちゃんこと自己紹介自分でしていただいていいですか？はい、中学校3年生の梨木ビクトルです。はい、そうしましたらですね、はじめ塾塾長にですね、このはじめ塾とはどんな塾なのか説明していただいてよろしいですか？はい、はい、どうもありがとうございます。はい、僕ははじめ塾を継いで、もう20年ぐらいなんですが、はい、3代目でして、はじめ塾は僕の祖父の代から85年続いてます。はいはい、で、子供たちと生活をベースに、はい、その切り口から人を育てていこうと、はい、やはり教科学習であったり、スポーツであったり、そういう特化されたものだけじゃなく、はい、人生っていろんなことがあるんで、はい、それをトータルで学んで、はい、自立して一人で生きていかれる、はい、そういう人を育てていきたいという塾をやっております。はい、ねえ、私もですね、一番最初にですね、はじめ塾さんに行かせていただいた時に衝撃を覚えたんですね。もう一番びっくりしたのがですね、まずね、ビビちゃんが来たの、どういう気か覚えてるかなって来てね、お茶を持ってきてくれたの。それにね、私すごい衝撃を受けてて、それがもう5年ぐらい前になりますかね。なんで衝撃を受けたんですか？ほら、まさかね、塾生がお茶を出してくれるとは思ってなかったんです。僕たち生活が切り口なので、うんうん、はい、お客様が来たらお茶を出すの、僕が出す時もあるんですけど、子供たちも出すことによっていろんなことを学んでいくんで、はい、そうなんですよね。はい、本当に一般の家庭と同じように生活をなさってて、うん、で朝早く起きて、お食事を作って自分たちで作るんですよね、それも。はい、ビクトルすごい上手です。知ってます。もうビビちゃん料理大好きだって言ってましたもんね。あ、楽しいですね。楽しい。では、はい、先生のところは強制は何もしないなさらないんですよね。はい、はい、朝ごはん、例えば朝ごはんですと、はい、お弁当、朝ごはんは朝5時に起きるんですね。うん、はい、みんな6時に起きるんですけど、はい、その5時に起きて、はい、やりたい子は自分でやりたいと手を挙げないとできないんですね。その手を挙げれば全員ができるわけではないんですね。それもそうなんです。やはり、いや、美味しいご飯食べたいんで、それなりの力がつくと、試験があって、こう、あ、これぐらいできるんだったら OK かなっていう、はい、ね、あ、試験合格しなきゃいけないんですね。はい、でね、朝5時に起きて食事を作るって大変じゃないですか？はい、いや、そんなに起きたては結構眠いんですけど、でもやってると結構楽しい、ね、楽しいです。はい、今日は何しようかなとかね、その、はい、塾のね、浅見先生と、はい、メニューを考えながら、はい、作られるんですけども、そのもう自主性に任せてるというところが一番のポイントなんですかね。そうですね、ですから朝ごはんを作るときも、お弁当を作るときも、作る子がこれ作りたいなっていうのがあると、やはり浅見に相談して、そういう僕たちは強制であったり何かっていうのは人を育てないので、はい、自分でこう意欲を持てる、その環境ですね。意欲を持てる、はい、大切なの。あ、そうですね。はじめ塾さんの私こう見てますと、年間何回か海外研修であったり国内研修だったり、はい、いろんなお勉強なさってますよね。はい、要するに一般のこう子どもたちと同じような授業の仕方じゃなくって、世界に顔を向けてるような気がするんですけども、はいはい、そうですね、年間 1,2 回は海外に、はい、で、またチャンスがあれば国内で、これも場所に行くというより、はい、こう素晴らしい方に、大人の魅力を子どもに感じてほしいので、あ、その大人に会いに行くんですね。はい、つい先日ネパールの研修がありましたよね。はい、大変過酷だったんじゃないですか？ネパール。どうでした？そうっす、もう、まあ、過酷って過酷なんですけど、ネパールの人がすごく面白くて、面白くて楽しかった。カトマンズ、はい、カトマンズに行って、そこから山にの3000メートルぐらいのところまで登りまして、3000メートル一気に登ったんですか？体を慣らさずに、はいはい、現地の村の方と一緒だったんで、当たり前で連れてかれてしまったんですね。でそこで5時間ぐらい、はい、歩きました。
3000m を5時間で登ったんですか。僕たち降りたんですけど、そこから 2600m、うん、500m ぐらいのところまで5時間かけておりまして、高山病とかなかったですか。いや、なかったじゃなかったんですけど、でも頭が痛くなってきて、ビクトル、ビビだけが頭痛くて、他の20人は大丈夫でした。なんでかわかんないです。現地の方といいますと、じゃあ現地に知ってらっしゃる方がいらっしゃって、その方に会うという目的でやっぱり行かれたんですね。はい、今回は、現地を知っているネパールの方が友人でいまして、彼が紹介して連れてってくれたんですね。で、一緒に同行してくれたんですが、そうですか、はい、現地の食事とかそういうのもじゃあ子どもたち一緒に作って、はい、村のじいさん、おばあさん、おじいちゃん、おばあちゃんが薪でカレーを作ってくれるんですが、一緒にみんなで、あれですね、切ったり何したりやらせてもらって、すんごい楽しかったです、いいですね。もうその後帰ってきてすぐですね、今度は一馬寮で合宿でしたね。はい、はい、もう立て続けだったんですが、子どもたち元気ですね。元気ですね、動いてる間は忘れて楽しくどんどんできちゃうんで、もうでも夜になるともう消灯の時間も決まってるんでしょうけども、なかなか寝ないっていう子どもさんとかいらっしゃらないんですか。時々いるんですけど、春の合宿は山でずっと遊ぶんですね、朝から晩まで、ですから、もう暗くなるとみんな眠くなっちゃうんで、春の合宿は、みんな早く寝ます。春の合宿は早く寝る、はい、だから白山である合宿場での生活も、もう消灯時間って決まってるんですか。やっぱし決まってないんです。決まってないんですか。自主性はい、早く寝る子は寝るし、はい、ゆっくりの子もいらっしゃるしということなんですね、はい、ただ、基準は、朝起きれるようにって皆さん大体考えるんですけど、起きるだけじゃなく、次の日、元気に一日過ごせる、ことが条件なんですね、なるほどね。そういうことを中学生のうちから自分で意識しながら睡眠をきちっと大切にとるように、そうですね、はい、子供もそうなんですが大人にも言えますよね。僕が耳痛いです。そのリズムをねちゃんとつかめばそんなこともないんでしょうけどね。そうですね、実際生活しているとでもさっき耳が言ってたんですけど、起きても動き始めると、体がやっぱりちゃんと規則正しいとついてきますので、そうすると3食きちっと召し上がりますよね、塾のお子さんたち。はい、食べないと体力は持たない、今日も田んぼから来たの。田んぼ、田植えの、はい、そうか、私去年ってお手伝い行かせてもらったんだよ。お手伝いじゃない、遊びだな、あれは。田んぼに入ってね。でも面白いよね。はい、だね。そうか、自分たち の召し上がるものを自分で作って、自分で収穫して、そして皆さんにこう食べてもらう、はい、そんなことをやってらっしゃるんですよね、はい、でよく食べますね、塾の子どもたち。よく食べます。食べますよね。おかわりもすごくするし、はい、それで私なんかも行ってる時に圧倒されちゃいますもんね。でもあえて食べるからこそ元気だということですよね。そうですね、もうお米は特によく食べますね、彼なんかは、ビビなんかは、はい、だいたい一食に1合以上絶対食べてますんで。1合以上食べる、はい、食べないと持たなくて。食べないと持たそれでね、はい、ディレクターこれだけスリムね、いいです ね、それだけ動いてるってことですもんね。そういうことなんですよね。CLCL 顧問の和田茂弘先生がよくですね、はい、物事を事実を受け入れなさいっていうことをよくおっしゃいますよね、はい、言葉私大好きなんですよ。で3つの感というのを育てなきゃいけないということをよく先生おっしゃると思うんですけども、はいはい、そういうことも先生も教えてらっしゃるんですか。もちろんです、あのやはり僕たちの教育って、教育実践は、やっぱり人間の人間理解をどう持つかというところから始まってますので、そこはすごい大切にしてます、茂弘先生のね、講話なんか聞くと
なんかね、身につまされるようなさところがやっぱりいっぱいありましてね、はい、ああなるほどって、あこれはまあ、今子育てでしてるお母様方にもちょっと聞いてもらいたいなとかね、うん、いうことがいっぱいやっぱしあるんですね、うん、この私なんかももう孫のいる年です。それでもやっぱりなんか勉強させられるというかね、うん、やはり、父なんかもう、うん、そうですね、50年以上半世紀以上こんな、はい、こう人を育てる仕事をしてますので、はい、皆さん我が子を育てるのって1人か2人か3人ですけど、やはりその間に何百人何千人で見てるので、はい、やはりそこは引き出しが多いですね。ね、いいですね。いつもいつもね、怒ってるとこ、私先生とか茂先生とか怒ってるところ見たことないんですが、怒ることってあります、ビビちゃん。まあたまにたまに、いや本当にあまり怒ってるところを今まであまり見たことはないんですけども、うん、怒るって言っても私が見てるのはこらーダメだよって言って、あとはもう実践に任せてるっていうのかな、うん、あ、例えば合宿場でも、はい、塾の生活でもそうですけど、うんうん、はい、何でもいいわけではないので、うん、はい、ここは絶対ダメだよっていうところは、はい、そこはかなりビチッと伝えますね、もう本当にね、全て事実を一回受け入れなさいってことを私、うん、先生の茂先生のお話の中でですね、要するに人にね物事を相談をするときにはもう自分で決めてるんだ、はい、っていうことなんですよね、はい、でそれじゃなくて一回事実を全部自分の中に一回入れなさいと、うん、それから自分の意見を言いなさいと、はい、いうことで茂先生はおっしゃるんですよね、うん、でその話を私自分が聞いててですね、あ私が自分が子育てしてる時そうだったかなっていう、やっぱりねすごく後悔の念にこう、うん、もう身につまされるっていうのかな、いやいやいやっていうところもやっぱりすごくあって、うん、それでやっぱりね、人間は感っていうのが3つの感っていうのがあるんだっていうことをね、はい、すんごく私は印象的なんですけども、うん、そうですね、僕たちでもそこの中の、特に小学校3年生ぐらいまでに、うん、はい、身につける感はすごい大切にしてるんですね、うん、はいはい、でそれで、そういう子たちと山の中での自然体験であったり、はい、田畑の活動というのを、こう連続する時間も空間も連続して、連続性のある実感を伴った体験というのがそこを育てていくので、あ、いいですね、自分のねもう孫でも入れたいような感じ、ディレクター入れようかね、子供を、私小さい時入りたかったなと思います、本当に、ね、もうそんなことでね、またですねいろんなお話を伺いたいと思いますので、ぜひビビちゃんまた来てくれる、はい、もちろんです、ね、来て、いろんなお話をね、こう全国の方々にですね、はじめ塾は全国からいろんな子どもたちが来てます、はい、でそんな話もですね次回の時またぜひお話をしていただきたいと思います、はい、はい、本当にお忙しい中、田んぼをやりながらもうね午前中田んぼやってね急いで車に乗ってきていただいたんですけども、本当にありがとうございます、忙しい中、はい、寄宿生活塾はじめ塾の塾長和田正弘さん、そしてビビちゃんでした、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。